えー、ペルドーもペルドーいたしまして、にゃっしょうまなどうも大チャンネルです。えー、本日、トーク楽天ゴールデンイーグルさんとチバロッテマリーンズ VS 新橋レイニーズの試合が行われまして、えー、16対0でチバロッテマリーンズ敗れました。はい。えー、ということでね、まあ、今日試合がないということで、まあ、生配信もできませんということでね、まあ,ある報告動画を出そうかなというふうに思いまして、えー、この動画を撮っております。えー、突然なんですけども皆さん、野球好きっすかプロ野球好きっすかそして、 えー、千葉ロッテマリーンズ大好きですかうん。<laughs> っていうことをまず聞きたいなと思います。まあ、そりゃそうっすよね。うん。このチャンネルは大チャンネル、千葉ロッテマリーンズ応援チャンネルです。まあ、プロ野球が大好きな方、そして千葉ロッテマリーンズが大好きな方、まあ、その他にも、この他球団ファンの方々がね、多くご視聴していただいてるかなと思うんですけども、えー、プロ野球大好きな方、それでね、えー、千葉ロッテマリーンズファンの方、そして大チャンネル視聴者の方、まあ、その他他球団ファンの皆様、 ビーモレルさん好きっすか まあ、そりゃそうっすよね。あの、大チャンネルが先日ね、あの、登録者1万人を突破させていただきましたけれども、多分、その中のね、8000人ぐらいがね、あの、多分、B モデルさん経由で、あの、来られた方が多いと思うんですよ。はい、B モデルさんとね、よくコラボをして、なんかパクってんな、こいつみたいな。でもなんかパクリも面白えな、みたいな感じで、なんか最近ね、登録していただいた方もね、中にはいらっしゃると思うんですよ。で、そしてまあ、この大チャンネル視聴者の方々が、まあ、B モデルさんも大好きということが、まずわかりました。はい。えー、そしてもう一つ質問がございます。 サークルチェンジ好きですかえー、このサークルチェンジと呼ばれる、えー、あるスポーツバーがございまして。えー、もう皆さんね、あの、ご存知の通り、えー、皆さん大好き、えー、B モレルさんが店長をやられているスポーツバーなんですけれども、えー、ちょっともう、なかなか喋っちゃったんで、ご報告いきますね。5月27日土曜日、えー、14時からね、試合がある、えー、千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス。私、サークルチェンジ参戦いたします。 は間違いですえー、ちょっと報告の内容を間違えてしまいました。申し訳ありません。えー、正しく言いますと、えー、この日、店長俺ですっていうご報告動画です。 ええと、以前ですね、これツイッターの方でね、サークルチェンジのツイッターなんですけれども、ちょっとしたツイートが上がっておりまして、ま、なんかサークルチェンジのね、一日店長やりたい方みたいな、そういうツイートが上がっておりまして、なんかその中には野球系のインフルエンサーの方だったりとかね、OB の方だったりとかっていう募集がかかっておりまして、ま、ちょっと前向きに考えたいな、というふうに僕も思っておりました。えー、そしてですね、やることに至りました。 まあ、もう一回日程言っておきますと、えー、5月27日の土曜日、この日はね、あのメインテレビが、まあ、ロッテ戦という形にはなるんですけれども、千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスの試合を、えー、私が店長として、えー、この日はサークルチェンジ、バンバン盛り上げていきたいと思っております。まあ、僕はあの、B モレルさんのね、パクリ系 YouTuber としてねあの、結構な方が知られていると思いますけれども、えー、ガンガンパクるで。この日もガンガンパクるで。ガンガン全力絶叫していくぜ。 ガンガン捕らえたじゃいとか言うで。 え、まあそんな感じでね、一日だけではね、ありますけれども、えー、ぜひこの大チャンネルと楽しみたい方、そして、このね、私大チャンネルだったりとか、ビーモレルさんだったりとか、えー、プロ野球が大好きな方はぜひ、この日ね、サークルチェンジに来てほしいなというふうに思います。まあね、このサークルチェンジというバーはね、やっぱり、みんなでね、盛り上がる場所ですから、多ければ多いほど楽しいですし、人数が集まった方がね、その応援の圧みたいなのもね、あってまた楽しいかなというふうに思いますんで、えー、そこのところね、えー、しっかりと、えー、私が店長として、えー、店長という 覚をを持っって、て、え、て、ー、このお店を盛りり上げいいきたいと思っております。まあ、たった一日だけではありますけれども、少しでもね、えー、サークルチェンジのお店の貢献、えー、そして、まあ、少しでもお客さんにね、笑顔というか、楽しかったなぁと思って帰れるような、えー、そんな一日にね、していきたいと思いますんで、えー、ロッテファンの方はもちろんのこと、えー、その他のね、まあ、対戦チームがホークスなんで、ホークスファンの方々、その他のね、他球団ファンの方々も、えー、ぜひ、この日、えー、14時プレイボールですので、えー、ご来店の方お待ちしております。 というご報告動画でございました。え、これね、同じ21時に、え、B モデルさんの方でも、え、動画上がってるかと思いますんで、そちらの方でもね、ぜひご視聴していただいて、ま、B モデルさんのチャンネルの方ではね、あの概要欄に、パンスタという、そういうページからね、予約できると思いますんで、え、そこから5月27日ぜひ予約していただいて、その日はね、私大チャンネルと、一気一遊、全力絶叫していきましょうじゃありませんか。え、そしてね、その日はサークルチェンジで、え、1日店長としてやらせていただいて、え、しっかり、試合後動画の方もね、撮っていき 思うんで、えー、その日はもう一日中全力絶叫ということで、えー、喉がカラカラになると思いますがどうぞご了承ください、えー、ということでこの日もガンガンパクらせてもらいますということで、えー、今日はこの前哨戦ということで、えー、5月27日、えー、B モデルさんがびっくりするぐらい、えー、この店盛り上げていきたいと思いますふるえてねむれ